まずはジェレミー・アボットが見せてくれます。そして町田や鈴木などオリンピックを知るスケーターたちが集いました。プロフェッショナルスケーターのグループナンバーですね。町田といい高橋といい新しいナンバーを見せてくれました。そしてそこに導かれてオリンピックを目指す選手たち、ハビエル・フルナンデスです。アイスダンス、クリス・リードと村元哉中、柳沼さん、はい、今回のカーニバルオアイス見応えのあるナンバー多かったですね。本当ですね、またあの今シーズンを占う上でも新しいショートプログラムだったり、はい、競技用のナンバーも数多く出てきました、これを見てこの選手がこのナンバーをどうやってシーズン終わるまでに完成させるのかなっていうのを考えながらこう想像していくのも楽しいですよね。ロシアのエフィニア・メドベージョワです。そして日本の本田真凜、三原舞依、選手たちにとっては柳沼さん、はい、ここから勝負のシーズンが始まるわけです。本当ですね、もうすぐですからね、まあ、日本の選手にとっては最終選考会の全日本までは約2ヶ月半ですが、それを考えますと本当に限られた時間の中でどうやってプログラムを完成させて自分自身がそのオリンピックに向けての準備をしていくのか、そこが大事になってくるでしょうね。この曲はヒューマン、振り付けは佐藤由香です。このヒューマンは表現することを愛する人たち、なぜ苦しい練習や厳しい戦いに耐えることができるのか、それはフィギュアスケートを愛するスポーツであり、そして自分を信じているから、それを忘れないでほしいというメッセージが込められています。今一つの絵になりました。これから4ヶ月、運命のシーズンが始まっています。代表が決まるまではあと2ヶ月半、4年に一度特別なシーズン、どんな歴史やドラマが生まれるんでしょうか。放送の解説は八木沼純子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。このカーニバルオンアイス滑ってみて振り返っていかがでしたか。そうですね、ジャパンオープンではいい演技ができませんでしたけれども、このアイスショーというあのカーニバルオンアイスで楽しく滑ることができたので、まあ、試合のことは置いといて、このカーニバルオンアイスすごく最後まで楽しむことができました。まあ、大好きな曲ということですが、どんな気持ちを込めて滑りましたか。そうですね、どんな気持ちというよりかは本当に自分の思うように、自分がやりたいように動く、そして何かっていう具体的なものはないですけど、自分の気持ちを体で表現するという気持ちで滑りました。まあ、現時点でのオリンピックに向けての思いどうでしょうか。そうですね、オリンピックに向けてだけではなく、今シーズンこのままではまだまだいけないなっていうことが改めて実感できたので、まあ、この悔しかった思いを
自分の成長の糧に絶対にしたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。出演スケーターのサイン入りポスターを3名様にプレゼントいたします。ご希望の方はご覧の番号へ携帯電話からおかけください。たくさんのご応募をお待ちしております。